はい、ピースケです。サクスペです。やっていきます。はい、ということで今日からレンチャレです。はい、まあ、35で頑張れってやつですね。で12回で、そうですね、まあ、ちょっとまだ慣れてない人は練習してからやった方がいいかもです。まあ、点数勝負なので、うん、まあ、東洋関係と気にしつつ二刀流とか積んで、頑張ってくださいっていう、はい、感じになると思います。で、投手でも野手でもどっちでもいいと思います。はい、点数はそんなどっちも変わんないと思うので、うん、まあ、35なんでね、なんかタックの点数で稼ぐみたいのもちょっとそんなできなそうな感じだと思うんで、もうほんとギミックでっつうかメダル頑張って貯めてやってくって感じだと思います。はい、で二刀流ガチャです。はい、まあ、10連引いてもいいかもね、これね。うん、3、4、まあ、でも、みんな二刀流ね、ちょっと個人的に肩上限枠なんか来ないかなって期待してたんですけど、はい、あの既存のキャラでした。はい、普通だった。二刀流ガチャかなと思ったんですけど、ワンチャン新キャラ来ないかなと思ったんですけど来なかったですね。はい、感じです。そうですね、10連引いてもいいかな、わかんないみんな二刀流かな。うん、まあ、なんか持ってないのがあればって感じだと思います。はい、ですね。まあ、うーん、そうだね、真ん中さん、この3人でなんか持ってなければって感じだと思います。はい、ですね。かな。うん、こいつら出ればよかったんだけど出ないからね。はい、こんな感じです。なんか来てるのかな。今週なるみなんだよね。なるみ解放したいのでちょっといいなと思っております。週刊チャレンジの変更、あー、なんかアプリに寄ったんだ。アプリに寄ったんだね。はい、だそうです。はい、で自動試合券がさぶっちゃけ全然意味ないんだよね。うん、あの経験って別にマックスでもらえないし、うん、あの大体失敗した時にもうめんどくさいから、オートで、あのとりあえずクリアまで行きたいみたいな時に基本的に使いたいですけど、なんかそういうのもできないんでって感じよね。で結構アプリの方が試合めちゃくちゃ勝ちやすくなってるので、なんか 10-0 とか普通になんかエジプト強いのかなと思ってたんですけど、うん、エジプト始まったぐらいからかなり他の高校でやっても結構点数めちゃくちゃ取ってくれるようになったんで、うん、まあ、ちょっとその辺の修正してほしいなと思ってます。はい、それとアイテムの返却ね、よろしくっていう。ああ、点差あるじゃん、いいな、ありがとう、点差嬉しい。まあでも、まあとりあえずアスレかな、使うとしたら。うん、まだちょっとキリルとか入ってから本番なので感じですね。はい、ということで、まあ、デッキ考察系とか、まあ、ちょっと動画載せていきたいと思いますんでよろしくお願いします。では皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。